前ちょっと僕配信した時に、マッケンがその反射の人間使ってああだこうだって話をしたと思うんですよ。今日もまたありました。もうな、マッケン頼むわ。もうめんどくさいから、もう次来たら俺こいつのこと晒すからな。YouTube 上で。ありえへんから。こいつがどんな人間かも俺もう調べてんねん。全部調べてる。こいつに依頼した人間が誰かも知ってる。全部晒すから。もうマッケンやめとけって。俺お前が直接 LINE してくれないツイッターにデビューしたら俺対応するから別に。頼むわ。もうこんなことされたら、 もうどん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 溜まってくる、ムカつきが。今、ヒカと一緒。差しで来いよ、差しで。な。今、アメリカおんのか日本のか知らんけど。もう一回来たらほんまにさすからな。晒されたら終わりやで、お前。もう、まあ、これ喋ってるのでもだいぶ終わりやと思うけど。晒すってことはもう証拠を出すってことやからな、俺。そこに関して。そいつがうちの母親を脅迫したん覚えてるやろ俺それで一回怒ったはずやで、マッケンに。だから頼むわ、もうほんまに。 もう今回だけにしてほんまめんどくさいからもう。実は影でこそこそ動いて、俺にはバレへんと思って動いてる全部めくれてるから。アホやねん、ただの。で、こいつな、俺の知り合いの会社の顧問とかもやっとんねん。聞いたらな、何の役にも立たんと言ってはったわ。いっつも失敗するって。もう爆笑してた。そんなしょうもない奴がマッケンの後ろついてるんすかって。お父さんの流れですかって言って笑ったわ。もうちょっとまともなしに頼みんや。も、ま、う、あ、この件もこれでいいです。次来たら僕ちゃんとさでみんなの前で晒します。誰を使っててどういうことしたのかっていうのもね。はい。もうあの、控えないです。 ガンといきます。はい。でもちろん、マーケンの話もしていきます、これから。